ビーダス、ゲドビラスは、リトアニアのバスケットボールトレーナー。また、政治家でもある。リトアニア語に加えてロシア語とドイツ語も話す。1977年、テルシェー地区のルオケ中等学校を卒業。1981年、リトアニア国立体育大学を卒業。1985年から1988年まで、 国立体育大学大学院課程で学ぶ。1999年、博士論文を提出。1981年より、国立体育大学講師。2001年から2004年まで、リトアニア体育アカデミー教授。2004年から労働党党員として、セーマス議員を務める。2008年のセーマス議員選挙では、第7選挙区から立候補するも、第一回投票で敗れる。 しかし比例で復活統制を果たした。2011年カウナス市議会議員に選出された。2012年セイマス議員選挙にカウナスダ代名選挙区から立候補。第1回投票では第1位につけるも決選投票でリトアニア社会民主党のラミンタポポビエネ候補に敗れた。しかし比例で復活統制を果たした。2012年11月16日。 政マス議長に選出された。2013年10月3日、政マス議長を辞任した。2016年10月9日に行われた2016年の政マス議員選挙では、ナバ選挙区から立候補するも、第1回投票で敗れる。比例では労働党の名簿から出馬していたものの、比例における労働党の得票率が、阻止条項の5%を下回ったため労働党は、 比例で議席を獲得できず、ゲドビラスも落選した。ありがとうございます。